球場には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さんは現役時代、雨のゲームで特に気をつけていたことはどんなことでしょうか？雨でやっぱり手が滑るんでね、ポケットにロジンを忍ばせて試合に臨んでますよね。そうなんですね。まずはジャイアンツの先発、東郷、マウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。これが初球、インサイド落ちました。センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている牧、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上、戸郷、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。一塁牽制、セーフ。また牽制、一塁はセーフ。さあ初球は何か。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。またファウル、見逃し三振、ワンアウトです。さあバッターはオースティン。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。ここは甘い球は禁物ですね。フルスイングしてくるカウントですからね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。一塁牽制、セーフ。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト。いい送球、失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。まあ本当いい形してますよね。このアウトは大きいですね。はい、先制のランナーいなくなりました。キャッチャーがいい送球しましたよね。そうですね。さあ仕留められるか。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。高めのボール詰まりながらも右中間へ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。松原が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。初球ボール、
2球目は何で来るか。まあ今のはよく見ましたよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。3球目は何で来るか。低め空振り。これが4球目。もう今のはよく我慢しましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。高めのボール、これはどうか。センターに抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている丸。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振り。高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。走りませんね。まあ牽制のうまいピッチャーですから、迂闊にリードは取れないでしょうね。ああそうですね。今度は打ちをついてきましたね。バッターも迷うでしょうね。はい、このボールを次に生かしたいところ。これで2ボール2ストライクです。平行カウント、ファウルになります。打ちました。この打球はフライになっています。藤田が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは3番坂本。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ワンアウトになっています。ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやーこれは残念でしたね。いやピッチャーはホッとしたでしょうね。はい、先制のランナーいなくなりました。いやー本当に助かりましたね。そうですね。ボールになります。さあ勝負してくるのか。ボールになります。これが5球目。打った、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。まず何を投げてくるか。初球ボール。バッター有利なカウントになりました。ここはなかなか打てないですよ。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。牽制、一塁はセーフ。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。
これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球でいった方がいいですよね。うん、そうですよね。入れました、ファールボール。見逃して三振です。抑えはしましたけど、ボールが高いのは怖いですよね。はい、怖いバッターでしたが、三振に切って取りました。2回に入ります。ベイスターズの攻撃、打順は4番佐野。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。ジャイアンツの先発は戸郷、今日が4試合目の登板になります。前回の登板は5回3分の1を投げて自責点3、負けがついています。低めの球、これは外れます。ボール先行です。さてこの佐野、どういうバッターなんでしょうか。難しいボールでも外野へ持っていってしまいますから、やりにくいバッターですね。うん、なるほど、そうですか。ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。さあ仕留められるか。インコースボール、3ボール2ストライクです。切りました、ファールボールです。打ちました、いい当たりだ。この当たりはどうか。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球は何から入ってくるか。初球ボール、外へ持ってきました。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターボックスは6番宮崎。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。2アウトになっています。アウトコース見送ってストライクです。振ってくれませんでしたよね。高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。高め外れました。さあ4球目は何か。インコース空振りです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。アウトコース見送っています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。
2回の裏になります。ジャイアンツの攻撃、5番バッター増田、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。ええ、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ジャイアンツ0対0で迎える2回の攻撃です。インコース空振り、ノーボールツーストライク。よく見極めましたね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスウォーカー、昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制、伸びる、伸びていく、入りました、ホームラン、先制ホームランです。ジャイアンツ、ライトスタンドに飛び込む今シーズン第4号のソロホームランになりました。ジャイアンツ1点を先制しました。1対0、ここ一番の集中力が光ります。ご覧いただきましょう、見事なホームランでした。いや本当にうまく反応しましたよね。この一発で先制点を奪いました。バッターは7番に入っている北村、昨日はマルチ安打を記録しています。ジャイアンツホームランで先制しています。小宮山さん、先制されてしまったわけですが、まあここからですよね。この後は持ち直したいですけどね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。打ちました、大きな打球になった、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、これで7試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。さあまず1球目、初球は見てきました。ちょっと浮きましたね、低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球が低めに外れます。これで追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ5球目は何か。ややコントロールしきれなかった感じですね。さあフルカウント、最後は何を投げるでしょうか。6球目は何で来るか。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは戸郷。ジャイアンツこの回先制となるホームランが出ています。初球ボール、これが2球目、
アウトコース外れます。次が4球目。いいストレートですね。アウトローのストレート、空振りです。ツーボールツーストライクです。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ値千金のホームランが出ました。2回終了1対0、ジャイアンツ先制です。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。初球インサイド空振り。切れていきます。ファウル。膝元をつきましたが外れました。低めに外れてボール。この球は外れています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打った。伸びていく。どうだ。入れば同点。伸びる。入った。ホームラン。同点のソロホームランです。ベイスターズ、ジャイアンツ痛い一発を浴びています。ジャイアンツ追いつかれました。1対1。ここで悔しい一発を浴びています。味方の得点直後、リードを守ることができません。8番バッターはキャッチャー戸柱。ジャイアンツ先制直後のイニングでしたが同点にされています。緩いボール決まりました。ボール。高めはボール。4球目は何で来るか。中への変化球外れました。空振りになります。フルカウントです。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。これが1球目。
初球は空振りです。これはバットが泳ぎます。あっという間にツーストライクです。打ちました、痛烈、破りました、センター前。これが今シーズンの初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。最初は変化球できました。ボールになります。際どいボール先行です。これが3球目。低めはこれは入っていました。147キロ。曲げて空振りを取りました。ツーボールツーストライクです。切れていきます、ファウル。これが6球目。打った、これはどう、センターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。最初は変化球できました。ストライク。次はしっかりと厳しいところにコントロール。変化球抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。センター前ヒット、これで3連打。さあそして打席にはオースティンが入ります。さあなおもピンチが続き満塁の場面、まあ、こういう要所を締めて、おっとどうだ、これはファールになりそうです。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、外のボール打った、浅いフライ、タッチアップはどうか。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。サードランナーがホームに帰ってきました。オースティンきっちりと犠牲フライを決めました。ジャイアンツさらに三塁一塁のピンチが続きます。ここは切り替えて次のバッターですね。さあこの場面で打席には4番の佐野が入っています。初球打ち高く上がった、さあどうだ。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点でリードしました。2対1、ベイスターズが逆転しています。打順はトップに帰って松原。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。高め見送っています。これが4球目。インローを見送っています。見逃し三振、ワンアウトです。2番バッター丸。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。浜口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。低め見送っています。さあ4球目は何か。外外れてボール。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。一塁牽制セーフ。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファウルボール。ワンストライクです。非常にブレーキが効いたボールです。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスには4番中田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。ストレート外れました。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけどよく見極めましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方がいいですよね。そうですよね。空振り三振。釣り球にスイングアウトの三振です。甘く入ったら持ってかれる高さきっちり投げ込みましたね。はい、怖いバッターでしたが三振に切って取りました。4回の表ベイスターズの攻撃。バッターボックスには5番ソト。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、中盤1点差ですからしっかり抑えていきたいですよね。そうですね。この辺りからちょっとしたミスがね致命的になりますからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。膝元への変化球ボールです。出ました。ファールボール。ボールになります。アウトロー外れます。3ボール2ストライク。
きなりフォアボールでランナーを出しています。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。引っ張った、北村アウト、ワンアウトです。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから期待していいんじゃないでしょうかね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。惜しいボールでしたね。はい、インコースわずかに外れてボール。低め外れています。ストライク入りません。高め打った、セカンドが抑えた、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。最低限ランナーを進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには8番の飛ばす、バーッと当ててしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けです。まずはボールから入りました。低めの変化球、空振り。さあ3球目は何か、インコース空振りです。ワンボールツーストライクです。このストレートは入りません。ここは見送ります。フルカウントになります。ここは投げ勝ちました。1点ビハインドの場面、ここは守りきりました。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。5番バッター増田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ2球目は何か、引っ張った、これはどうだ、ライン際入った、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。リプレイでご覧いただきましょう。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。初球ボール、次が2球目、変化球タイミング合いません。次が3球目、ファウルになります。低め外れました。緩いボールを持ってきました。
3ボール2ストライクです。打ちました、いい当たり、二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスは7番北村。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。2球目は何で来るか。落ちるボールはこれは外れています。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。これはファウルになりそうです。わずかに左に切れました。ファールボール。アウトロー外れます。これはどうか、三遊間抜ける。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。打順は8番大城。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。引っ張った、ファーストを取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。4回終わって2対1、1点リードはベイスターズです。アウトコース、空振りです。低いところへ決めてきました。ノーボールツーストライク。外れてボール。誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。切りました、ファールボールです。バッターよく見ました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。次が7球目。ここもファールです。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。ここはバッターが狙い球を絞って思い切り振ってくるカウントですから、しっかり低めにコントロールしないといけませんね。なるほど。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。増田抑えてワンアウト。打順は3番オースティン。
先ほどの打席で勝ち越しとなる犠牲フライを放っています。ワンアウトになっています。これが初球、空振り。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。膝元インコース、ワンボールツーストライクです。キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。痛いですよね、ここは得点。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああ、やはりそうですか。低め、いいところに持ってきましたが外れます。はい、インコースわずかに外れてボール、ボールが3つになります。もう勝負はしなくていいでしょうね。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。バックホームする、センター前ヒット。これで3試合連続安打。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の戸田。ここで点は取られたくないですね。さあこの場面で打席には5番のソトが入っています。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、そうですか。これはスタンドへ入りそうです。ファウルボール、ツーボールワンストライクです。ストレート打った、グラブが届いた、アウト。いやー、ナイスプレーが飛び出しています。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。2対1、ベイスターズが1点をリードしています。最初は変化球できました。ファウルになります。高めのボール、これもファウル。次が4球目、引っ張った、レフトライナー、掴んでまずワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松原。
先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。浜口、まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこのところのジャイアンツですが、ここまで2連勝打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール、ボールになります。ボールになります。平行カウント、打ちました。高い打球センターへ、ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスは2番丸、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。切れていきます。ファウル、ちょっと手が出ないところですよね。はい、変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか、高めちょっと外れたか、膝元をつきましたが外れました。さあ仕留められるか、打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ。丸、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。一塁に同点のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは三上。ライト方向を流しました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。これでサードまでランナーが進みました。さあジャイアンツ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。まあここはホームランで一気に逆転の可能性もありますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには中田が入っています。バッター有利なカウントになりました。おっとこれは真ん中、次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。なるほど、そうですか。しっかり捉えた、掴んでスリーアウト、同点は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれたスタジアム、5回終わって2対1、ベイスターズが1点をリードしています。
2回の裏ワンアウトランナーなしから6番ウォーカー、初球から狙っていました。ジャイアンツこの一発で先手を取ります。しかしベイスターズすぐさま反撃。この回の先頭バッター藤田、甘い球を見逃しませんでした。ジャイアンツ一振りで同点とされます。続く攻撃、得点圏には勝ち越しのランナー、迎えるは3番オースティン、きっちり犠牲フライ、ジャイアンツ勝ち越されます。5回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし打ち取られてしまいます。同点のチャンスを逃します。ゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃、打席には6番バッター宮崎。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツ1点ビューインサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。バッターボックス藤田、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました。打ち上げてしまいました。送りバントは失敗です。バッターボックスは8番戸柱、先ほどの打席はデッドボールでした。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。切れていきます。ファウル、インコース変化球決まりません。インサイド、打球はセンターへ、センター掴んでツーアウト。バッターは途中からマウンドに上がっている三上、ツーアウトになっています。空振りです。インサイド落ちました。これはセカンドの右抜ける、二塁へ送球、二塁際どいが、これはセーフだ。ここは抑えておきたい相手でした。ピッチャーにヒットが出ています。まあ、ピッチャー相手だったんで、ここは確実に仕留めておきたかったんですけどね。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の高梨。バッターボックスには代打の大和。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあできれば三振を取りたい場面ではありますね。なるほど。さあどう組み立てていくのでしょうか。甘いコースでしたが見送っています。奪えませんでした。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。2対1、1点リードはベイスターズです。6回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは5番増田。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。
極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。痛烈、切れました、ファールボール。いやー際どかったんでよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました、取りました、一塁そのまま入ってアウト。打順は6番ウォーカー。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。初球は変化球当たりません。ボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。膝元への変化球、ワンボールツーストライクです。打ちました、これはどうだ、センターに抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました、非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。バッターボックスには代打の中島。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。切りました、ファールボールです。これが2球目、高めストライクになります。ノーボールツーストライクです。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。またファウル、これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。8番バッター大城、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁です。初球打ち、右中間に上がった、ここはフライになっています。オースティンが掴んでスリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。6回終わって2対1、ベイスターズが1点をリードしています。これから7回ベイスターズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号21、伊能がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球はボールになりました。ファールゾーン切れそうです。わずかに左に切れました、ファールボール。ここは落としてきました。アウトコースへ決めました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。
落ちる球を持ってきました。フルカウントです。さあこれで決まるのか。引っ張った、高いバウンド、ショート前に来る、一塁へ送ります。アウト。ここは送球が間に合っています。打席には3番バッターオースティン。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーなしです。さあ2球目は何か。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。ツーアウトです。4番バッター佐野。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ツーアウトになっています。次が2球目。2球目打ちました。この打球はフライになっています。中島が抑えて3アウトチェンジです。この回ベイスターズ三者凡退です。2対1、ベイスターズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃。ジャイアンツ代打が告げられました。バッターボックスには代打のオランコ。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球ボール、まあ、ここはバッター狙い撃ちしてきますから甘いと大怪我の可能性がありますね。はい。高め、空振りです。すぐですね。インコースストレート、際どいところに決めました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って松原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。三上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。積極的に初球打ち、見事積極策はまりました。狙ってましたね。バッターボックス丸。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。はい。やはり足が速いと有利ですよね。そうですよね。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ追い込みました。まあ、次はボールでもいいわけですから、思い切ってインコースの厳しいところを突きたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。左中間へ、大きいぞ。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスには3番坂本。
先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。ノーボールワンストライクです。キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いや痛いですね、同点のランナーですからね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、このスライダーは外れます。次が5球目、外の低め見極めます。あっさりと追い込んでから粘られフルカウントとしています。強烈、センターに上げるだけ、入った、ホームラン。坂本今シーズン第1号の逆転ツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。逆転に成功しました。この回のジャイアンツ3対2。こういう場面で高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけどね。はい、現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、なんとか投げてるという感じですよね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。バッターボックスは4番中田。ジャイアンツホームランで逆転しています。最初は変化球、空振りです。得意のボールでストライクを取りました。見極めましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。よく見極めましたね。膝元変化球がわずかに外れています。これが4球目、低めの球ストライク、ツーボールツーストライクです。引っ張った、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。7回終わって3対2、ジャイアンツが逆転しました。これから8回ベイスターズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号12デラロサがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。ファウルになります。ワンストライクです。この球は外れています。これが3球目、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。これはどうか、アウト、ワンアウト。バッターボックスには6番宮崎。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。インサイド落ちました。ファウルになります。この球は外れています。
ここもファールです。ワンボールツーストライクです。打ちました。ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは7番藤田、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。空振りです。ボールになります。インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。ワンボールツーストライクです。決まったかと思いましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボールになります。スリーボールツーストライク。打ち上げています。松原が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2、ジャイアンツが1点をリードしています。ベイスターズ8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。田中がマウンド上に上がっています。さあマウンドを任されたのは田中、今シーズン5試合目の登板です。初球空振りです。際どいコース外れました。さあ3球目は何か。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。アウトローを見送ってボール。変化球空振り、ワンアウトです。6番バッターウォーカー、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。インコース打ちました。三遊間抜ける。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返していきました。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーです。バッターは中島。ここは足を絡めた作戦。ランナースタート、キャッチャー送球して積極的に動いてきました。いやーこれはよく走りましたよね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。ファウル、フェアならば貴重な追加点というところでした。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナー二塁は変わりません。
ここは敬遠という選択肢もありますね。ああそうですか。ストライクを投げてきましたね。ここは勝負しますね。そのようです。2球目は何で来るか。低め見ました。ボールです。インコース低めの球、ワンボールツーストライクです。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。チャンスの場面だったんですが点を取ることはできませんでした。9回しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神大勢。当然1点差を守りきらなければなりません。キャッチャー戸柱8番キャッチャー。初球ボール。内への変化球は決まりません。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。5球目は何で来るか。ファウルになります。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには代打の桑原。ワンアウトランナーなし。さあ守護神大勢がベイスターズ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのねクローザーですからね、期待していいと思いますよ。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。初球ストレート見送っています。ボール。これが2球目。低めの球決まった。次が3球目。打ちました。ピッチャーゴロです。坂本ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに右に切りました。ファールボール。アウトコース外れました。3球目は何で来るか。低め見送っています。次が4球目。変化球、これは胸元へ。ツーボールツーストライクです。ボールになります。スリーボールツーストライクです。三振になります。試合終了。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか逃げ切りました。そうですね、戦い方とすると、こういう形でというそういう感じの展開になりましたよね。そうですよね。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。
一方の DeNA ベイスターズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで失礼いたします。本日は最後までご